今までですね、一回でも僕に YouTube の生配信で1万円以上のスーパーチャット、赤スパを送ったことがある太客だという方、手を挙げてください。こんにちは。こんにちは。お名前よろしいですか？あやたかです。え？あやたかです。あやたか？渋っ。いや、おるよ、あやたか。お前、あやたかか。はい。アイコン、あやたかや。はい。ああ、そうそう、あやたかや。それ、でも、あんまお前のこと知らんな、正直。あんま自分のこと語らんタイプじゃない？そうですね。何、いつもどんな文言でスパチャしてくれてる？牧場の。牧場の。あの、育ててた競走馬の話。あやたかか。そうや、そうや。その競走馬系、競馬関係の仕事されてる方や。あやたか来てくれた。はい。何歳ですか？25です。若っ。あやたか若いね。ほんで、今もそれ牧場で働いてんの？今は辞めました。辞めたか、はい、じゃあある程度競馬詳しい？はい。じゃあ結構競馬もやってんの今は？はい。買ってる？買ってます。買ってる障害収支プラスや？マイナスです。マイナスかいマイナスかい。まあまあ最近いい感じや。そうですね。ほんで、なんか喋りたいことありますか俺と？今牧場を辞めて学童で働いてるんですけど。いいやん。その学童の子たちがなんか遊ぶものないって言った時に、うん、その学童にたまたまあったサイコロ3つと。え？学童にたまたまあったサイコロ3つあるかな、たまたま。おと、あとおままごとの丼。おままごとの丼。おお。で、うん、チンチロを。あかんて。チンチロやらしてんの今。何歳ぐらいやん、その学童の生徒。小学生。いや、英才教育すぎるって。チンチロの英才教育？小学生や。はい。ルール教えてやってんねや。はい。どうなん？結構あのおやつを配るんですけど。なるほどね。ちょっと待って、それってええんか？おやつを、それ井戸あってええの？知らんだよ俺。まあなんか、うん、ええんか、おやつぐらいやったら。わからん、おやつ風の？おやつ、おやつその、ソシーみたいに、おやつ、やつをこうかけてやってんねや。はい。へえ、それなんなん、盛り上がってんの？盛り上がってますね。そのさ、そのしごろとか、その、はい、嵐とか、そういう役は出るわけ？出ます。出る、はい。どんな役出た今まで？今まではひふみ出した子が、うん、泣いちゃって。やかましいやかましいわ。マイナス役やから2倍お菓子持ってかれるから、おやつ。あー、それで泣いちゃったり。はい。でもチンチロ流行ってんねや。はい。それ何、俺の動画とかも見してくれてんの？いや、さすがに。いや見せろよ。なんやねん、さすがにって。見せろよ、お前。選んでくれよ、俺のこと。お前、あやたかやねんから。お前だけ選ばれてばっかり言いやがって。なんでお前だけ選ばれんの、お前。あ、チンチロやってあげてんねや。はい。ええー、な。ええー、やん、ええー、やん。学童で働いてるの立派ですね。牧場から学童で。というわけで、あやたかに皆さん拍手を。インチロ英才教育、素晴らしい。